はい、それでは今回はちょっと単発なんですけれども、なんだファークライ4やっていきたいと思います。ちょっと待って、ダメだぞ、今はダメだぞ。あ、肉食だよ、肉食だよ。ちょっと待って、無理、今撃ったら絶対バレちゃうから。ちょっと待って、今銃撃音したらまずいって。今銃声したらさ絶対気づかれちゃうから勘弁してくれ。危ない、もういきなり襲われてしまいました。今回はここの拠点をダッシュしたいなと思っております。なので今結構こそこそと動いているんですけれども、あそこにゾウがいるんですよ。なのでゾウも使えたら使いたいんですけど、今回はねまずは餌をまいて獣に襲わせようかなって思ってます。届くかな、いや届かない気がする。うわ、ちょっと待って、バレんじゃないか、ここバレる気がするけど、届くかな、届くかわかんないけど1個投げてみますか。ひょい、どう、あ、いいね、入り口の内側に入ったね。これでちょっと獣が襲うのどうか、どうかな。お、襲ってる、いいねいいね。ちょっと見てみますか。あー、倒されちゃったよ。でも1人減ったから OK かな。で、上にもいるのか、結構きついな。でね、あっちにもここのどこかに、あれ、いなくなってる。もう一個あるんだよ、3つあるので。うわ、なんだこの人、この人はただの人、この人なんでこんなところを歩いてんの、危ないよ。またちょっと上の方にひょいっと、これで様子を伺いましょう。何かが襲ってくるはず。あー、そんな手前で、ちょっと待って、もっと向こうだぜ。いけ、頑張れ、いける、頑張れ、お前ならいけるぜ、頑張るんだ、ナイス、うおー。あー、でも一人やっつけたね、これで。オッケー、いいよ、だいぶ減ったよ。ちょっと待って、増えた中の人が外に出てきたのかな。じゃあね、あっちの広いところが結構辛いと思うんですよ。だからちょっと回ってあっち側にももう一個お肉があるので、これをね巻いてやりたいと思います。ダッシュで、あっちに前、ま、待って、これ落ちちゃうんじゃない、落ちそうな気がする。うわ、いっぱいいるじゃん。うわ、厳しいな、厳しいぜ。あ、ここレンガ会社配送所、ここをねダッシュしたいのです。で、ここを取ればファストトラベルがここまで使えるようになるので、かなり便…おお、なんか行ったな。上からの方が景色は良かったけど。頑張れ。餌はかなり使えますよね。何人減ったかな。あ、1人は減った。2人減ったかな。目立たないように身を隠して。あのおじさんがすげえ気になる。そしたらちょっと待って、ここ見えないね、どうしよう。2人いる。うわ、バレないように近づかないといけないので、
あの人こっち向いてるからダメだな。話しかけんなって、バカ、話しかけんなって、バレバレじゃん。逆向いてくれないなら危な、今バレそうでしたよね。危なかった。であっちにも一人いるんですよ。ただね、ここはイージーなのでそんなに難しくはないようなんですよ。だけど久々なのと初心者なのとで結構厳しいよ。いけるか、いけるか、見ないでね、こっち見ないでね、見ないでね。よし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 、オッケー。そしたらあっちにいる人をまず狙いたいんですけど、うわ、こっち向いてるな。多分入ってくんじゃないかな。入っては来ない。あ、奥の人にバレそうなんですよね、ここにいると。どうしよう。あ、今行けるかな。進めない。どうしよう、怖いよ。まあ、逆向、あの人が、あの奥の人が逆さえ向いてくれてたら今超テイクダウン、ね、狙えるんですよ。いや、いけるかこれ、いけるか。うわ、バレバレじゃねえここ。いや、どうしよう、いけっかな。この目の前にいる人をやっつけたいんですけどね。うまいことあそこにいるんだよな。で、この人が動けば、あ、行ったか、行ったか、行けるかこれ、行けるか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 な、行けるかな。テイクダウン、よし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 、待って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 、これ急いで逃げないとバレ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 、すごいバレバレ、危ない。よし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 、いい調子いい調子、あと一人で完了でしょう。すごい少なかったですね。餌撒いて、あの動物に襲わせたのでかなり楽にここは手に入れることができそうですね。いけるかね、ずっとあそこにいてくれればいいんだけど。いけるかね、いけるのかね。いや、これは慎重に行きましょう。回り込もう。絶対危ないと思うんだよね。こっちから行った方が今狙えんじゃねえか。危ねえ。いや、絶対行かなくてよかったよ、あっちから。この人独り言言ってるから。てか、このみんな仲間がバタバタ倒れてるの気づいてないのかな、この人。いけるんじゃね、テイクダウン、きたー。よし、基地解放、やったー。検知なし、いいね。警報も鳴らずに静かに奪還することができました。ふぅ、よかった。まあ、ちょっとね、あの見応えはなかったんですけど、なかったと思うんですけど、申し訳ないです。こうやってあの敵に気づかれないようになるべく、あの基地の確保に誰かが動いてるって噂を聞いたわ。はい、私動きました。そう焦らなくていいのよ、先はまだまだ長いんだから。はい、というわけでね、ここが拠点が一つ増えました。ここにファストトラベルすることができます。うわ、よかった。でね、ゾウがいるんですけど、このゾウに乗れるんですよ。しかもね、超強いの。でもゾウで攻め入ったら、あのもうバレッバレなので、まあ、ゾウは使わなかったんですけど、このゾウはかなりいいですね。あの自分もこうやって攻撃することもできるし、殴る、あ、間違えた、ごめんなさい、めっちゃ怒られた、ごめんなさい。ゾウで殴ったりすることもできると。ごめんな。
はい、ありがとね、ゾウさん。いいですよね。あの、他の動物は、あの、襲ってくるんですけど、ゾウはね、乗って、あの、すごい、あの、攻撃も一緒にしてくれるので、かなりいい乗り物、ということですね。おしっこの色が濃いだと。なんちゅう話してるんだ。でね、こういう車は乗ることができます。これいいでしょ。乗るとね、音楽が流れるっていうね。まあ、車によって違うんですけどね。はい、これをあ、これも乗れるんじゃない。これは乗れないのか。あ、これ乗れないんだ。あのヘリコプターみたいな乗り物とかもあって、あの、それでね、来たんですけど、何この乗り物。これは乗れないんだ。ぶっ壊れてんのか。すごいね、あの、ハマると時間を忘れてやってしまうんですけれども、あの、結構綺麗ですよね。グラフィックも綺麗だし、じゃん。ただね、ちょっとあの、コントローラーが、あの PS4 のコントローラーが若干壊れていて、左の L スティックが、何？やばい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 ！ヘッドショット。ちょっと待って、おい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 。あっぶねえ。襲撃を受けました。怖い、やめてよ。焦った。はい、こうやって、拠点を奪ったとしても襲撃してきたりとかするんですよね。それでまた奪われちゃったりとかすると、ファストトラベルがまた使えなくなってしまうと。危ね、これ仲間か。何話してたか忘れちゃったんですけど、今の襲撃で。まあそんな感じで結構楽しいんですよ。はい、それでは今回はこの辺にしたいと思います。すごく短くなってると思うんですけど、あの、テイクダウン狙ってる時とかは本当に敵に気づかれないようにめっちゃじっとしてるんで、あの、迫力とかそういうものには欠けるんですけれども、あの、こそこそ忍び寄ってテイクダウンでグサッて倒すのがすごい楽しいです。そう、それがね、すごい楽しくてやっております。でね、今まだ全然進めてはないんですけれども、まあ、あの、ちょこちょこね、慣れてきたかなという感じです。でね、あの、照準も割と、なんか、適当にやってもカチッと合わせてくれるというか、初心者にもね、優しい仕様となっているみたいですね。はい。というわけで、今回はファークライ4で遊んでみました。もし興味のある方はやってみたらいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。皆様ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。パソコンの方はこちらのアイコンをクリック、スマホ携帯の方は画面下のボタンをクリックしてチャンネル登録をお願いいたします。